多分キーパーにとって一番嫌なポジションって俺が多分入ったあそこのポジションだから、何回かこうクロス入っていく中で、うん、右から来た時はなんかニアにセンターバック2枚寄ったりとか、左から上げてきた時は意外とやっぱフリーになることがあったから、やっぱあの選手の前に入るよりはあそこの後ろの方が多分フリースペースになるし、キーパーにとっても難しいというか一番嫌な場所だったから、だからどっちかというとこうセンターバック間でプレーする選手だと自分では思ってるんで、まあ、多分他の選手、フォワードの選手、例えばチアゴとかセフンみたいに背負ってガツンっていくっていうイメージが多分あると思うから、多分だから今日ねこうやって練習試合を見てくれた、来てくれたサポーターの皆さんなんかでは多分逆に新鮮だったのかなと思いますけどね。なんか本来の僕のプレースタイルが多分こうであるから、あれもっと背負うタイプじゃないのとか、もちろん背負うこともある、うん、だからでも面白いですよやっぱ試合って改めて、うん、やっぱ紅白戦とはまたこう違った味があるんで。ほら、アキさんアンダーでずっと一緒にやってるから、そうアキさんだから代表でずっと一緒で、だからこうね就任した時も全然こうなんか初めましてって感じもないし、久しぶりですって感じだし、あんな今日ミーティングで見た内容もね、なんかうわ懐かしいって思うような内容もあったし、相変わらず秋葉節が出てたんで、うん、まあ秋さんともちらっと話しましたけど、下を向いてやっていいことはないと思うんで、そういう面ではまあ僕は秋さん的な性格的には秋さんに似たような性格だと思ってるんで、自分はできるだけアウェーでも行けるところは行きたいと思ってるんですよ。それって俺はなんかダゾーンでもちろん見るのもいいんですけど、まあもちろん時間が合わなくていけない時もありますけど、まあ、うまくトレーナーに時間調整してもらって早く始めてとかで行ける限りは行きたいと思ってたし、それが俺はチームだと思ってるんで、ただただ自分が行きたいと思って行ってるだけだし、それがチームにとってね、まあ悪影響になってなければいいですけど、うん、少なからずね、そうやって一緒に戦っている人間が一人でもいるぞっていう思いを今のメンバーの選手に伝わればなと思ってやってる部分もある。しかもいつか自分に返ってくると思うから、俺はそういうのがなんか本当に自分が応援される選手になるには絶対必要なことだと思うから、うん、なんかだから俺は別に他の選手、同じポジションの選手とかが別に活躍してても、もちろん悔しいとか思うことはあるけど、でもやっぱなんだろうな、チームが勝つことが俺は一番だと思ってるから、うん、別に、うん、まあ一番は自分が出て点数決めて勝つことだけど、でももうそうも言ってられないあれだから、俺去年の8月からもうサッカーやってないもん。6ヶ月とはいえ実際サッカーしてないのは8ヶ月でしょ。どうする、どうしよう、もうっていう風にこうやって悩むじゃん。よくないですよね、悩むことって。そう、先生はもう数値的にもう見ても全然 OK だし、もう、まあ、なんなら規定よりもオーバーするぐらい筋力ついてるから。筋肉量で判断されるってこと？ガーって蹴ったりする数値を見たりとか、バイクのこの漕ぐやつとかを見たりとか、だけど、難しいんですよね。やっぱね、ちょっと正直怖さはある、怖さっていうか恐怖心がやっぱ抜けきれない部分あるから、そう、やっぱ2回目やってもし3回目やったらどうしようっていうのもあるし、しかも1回目と今回2回目の手術の方法が違うから、うん、痛みが出る場所も違うし、やっぱ日によって全然違うから、うん、やっぱ雨降るとめちゃくちゃ調子悪いし、まあそれは手術した人結構言うけどとか、
午後練だった次の日が午前練とかはやっぱ痛いよね、うん、そこのこの回復の時間が短いと今日とか今日とかは痛いし、だからもう今日外これだけで終わらせたりとかあったけど、そういうのもあるし、ね、まあいろんな先輩もいろいろ話してくれるけど、やっぱりこうその過程の中で取捨選択をするのは俺でしかないから、自分自身でしかないから、サッカー選手がねしちゃいけないっていうか、したら選手生命に関わるランキングで本当トップトップの怪我を2年連続でやってるわけだし、しかもこの年齢で、うん、っていうのはすごい難しいかな。もうなんならずっと中2人やったから、ヘナトとだから、で毎日練習終わった後にヘナトって言うと、まあやっぱり練習終わるとちょっと痛みが出るとか、うんうん、でももう気持ち的にもしんどいとか、やっぱ2年やってないから、うん、もうなんかどういう風にモチベーションを保ったらいいかわからないとか、その中でもやっぱ励ましてくれるからヘナトは、うん、絶対大丈夫とか、もうどんなに悪い状況になってもそれ以上は悪くならないからとか、もうなんかすごいいろいろヘナにはいろんな言葉もらったし、ね、それでじゃあヘナとかこの前試合出て、もちろん結果的には負けちゃったけど、まあ、ヘナとのいい部分も見れたし、で昨日帰ってきてね、試合終わったけど痛みなくやれてるって言って、ああってやっぱなんか顔色も良くなったし、やっぱあすごいなって、やっぱなんかヘナとか折れずにそうやってやってた姿を見てたから、もちろん俺もね、落ち込む時はあるけど、やっぱね落ち込んでいる暇なんかないと思う、うん、俺はだからなんかもっともっとやらなきゃいけないんじゃないかなっていう思いがあるから、もちろんその中でハングリー精神持ってね、俺がやってやるっていう気持ちはめちゃくちゃあるけど、でも、まあ、今とかメンバー入れなかったりした時は、ね、100% でベンチ組を盛り上げたりとかしないといけないし、でもそういうのって見てるから、誰かこの前秋さんに褒められて嬉しかった。でも、ね、やっぱでも結果出た時に初めてこれって称賛されることだろうし、だから結果を出すことって難しいと思うから、うん、だからこの世界面白いですよね。はい、どうですか。楽しいですよ。もうなんかやっぱ気持ちが全然違うっす。もう 楽っていうかね、やっぱ気分的に、ね、やっぱ大好きなサッカーができるっていうのは幸せなことだなって改めて実感してます。例えばリハビリだったら、じゃあここをこういう動きでやりましょうっていうのが、相手がいるとほんのちょっとやっぱ違うからとかもそうだし、やっぱ基本リアクションだからとかね、あと状況によってやっぱ変えなきゃいけないしとかっていうので、やっぱ違うっすよ。そういうことができるのが楽しい。そうそう、それを今こうやって体で感じて、あーきついねーってこう、まあ、きついきついっていうのも良くないけど、でも本当にこのなんかめちゃくちゃ幸せな筋肉痛を毎日味わってます。本当にやれることはしっかりやりたい。今も毎日2部練やってるし、うん、でもそういうちっちゃい積み重ねが、ね、別にやってるから偉いとかやらないからダメとかじゃないけど、そういうなんか、うん、人よりも1個でも2個でも多くやるとか、うん、まあ1個や2個じゃこのブランクは取り返せないから、やっぱね本当に毎日限界まで追い込んで、うん、やること、うん、まあ怪我してから10ヶ月ちょいとか、手術してから8ヶ月ぐらいだったけど、すごいいろんなことがあったから、もう見捨てずにやってくれたのがすごい助かったし、そういう、ね、人がいたから今はこうやって改めてピッチに立つことができてると思うし、うん、なんかなんだろうな、だから本当に感謝してますね。自分も入りたいし入らなきゃいけないと思って
でもその試合のメンバーに入れないってなった時点でじゃあで切り替える切り替えるでどういう話をしてるのか、それが多分次の週のトレーニングに絶対つながってくるから、どういう課題が出たのかとか、うん、どういうシチュエーションでどういう問題が起きたのかっていうのは絶対になるし、うん、まあ、チームに愛着っていうかみんながやっぱ好きだから、みんなが勝ってる姿っていうのはすごい幸せだし、うん、でもその輪に自分も入りたいなっていうのは常に思ってるし、うん、ね、ここまでようやく膝が戻ってきて、うん、2年連続でやってるわけなんで、まあ、より、まあ、自分の中で意識をしながら気をつけながら、まあ、本当に秋葉さんが毎回のように毎日のように言うように、本当に全員が一丸となって戦えるチームになるために、うん、やっぱそういう練習試合で結果を出していく、練習試合練習の中で激しい強度を求めていくっていうのが、うん、僕たちの仕事だと思うし、うん、やっぱね、今日ベンチからこう出ていくときにメディカルスタッフみんなとハイタッチしてね、ちょっとうるっときましたね。感慨深いっすよね。感慨深いというか、うん、ありがたいに尽きるかなって。本当に絶対ここのシーン使ってよ。分かったよ。ねえ、多分どっかでも言ったけど、めちゃくちゃ誤解されるタイプだから、うん、やっぱこの期間ね、あのリリースだと8ヶ月で復帰っていう中で、結局1年、まあ手術してからはまあ10ヶ月だけど、まあ、1年かかってね、サポーターの中ではね、加藤何してんだよとか、試合絡んでこないのに練習では騒いでて何してんだよって言われることもあったし、事実、うん、でもそこにそれをやっぱ覆せるのは本当自分自身の結果でしかないと思ってるし、それがやっぱプロサッカー選手なんで、うん、でもやっぱそれでも、ね、応援してくれる人もたくさんいるし、うん、やっぱそれが力になってたんで、うん、やっぱあと2点ぐらいも取りたかったですね。チャンスはあったから、やっぱそういうのを、ね、しっかり仕留めていける選手にならないとメンバー入りは厳しいと思うし、うんうん、やっぱ周りから見ればたかが1本になっちゃうんで、うん、やっぱそれはあの3本を残り全部決めておけばね、加藤4点取ったとか、あと1点取ったって印象全然違う。だそういうのは、ね、もっともっとやっぱりこだわりを持ってやっていかなきゃいけないなっていうのを改めて思いましたね。まあ、秋葉さんも、よく言いますけど、正しくハイレベルな競争の中に勝ち抜いてこその多分そこのポジションなんで、多分エスパルスはよりそこが本当厳しいというか、レベルの高い選手は本当に多いんで、特に前線の自分のポジション、うん、だからそこはしっかりね、もう結果を出し続けて、うん、なんかチャンスを引き寄せることができるのは自分自身でしかないと思ってるし、自分自身もスキルアップしてると思いますし、自分自身に足りないものってやっぱたくさん見つかるんで、そこは、うん、修正しながらやっぱストロング伸ばして、ウィークをよりちっちゃくしていくことっていうのが今一番大事だと思う、うん、ね、そんな、まあでものんびりやってる暇はないですんで、うん、やっぱり秋さんが加藤を使いたいって思えるぐらいまでもっともっとこう結果を残し続けること、もっともっとこうコンディション上げていくことが全てだと思って、まあメディカルが褒められることってなかなか少ないとは思いますけど、こうやってメディカルで長くお世話してもらった選手が、まあ、ヘナトとかもそうですよ、こうやって戻っていくことで、ね、よりそこのメディカルチームの価値も上がると思うし、それが、まあ、もう一つの使命だと思う、頑張りたいなと思います。Hey, Ferry! Ah, OK, it's GPS, I'm sorry. Disculpa!GPS ありがとう、muito obrigado、ありがとう、ありがとう、お疲れ様でした。
でもね、全部届いてるんで、思いはザボタの。まあ本当に頑張ります。